この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト、ジェフのアイアンメイデン T シャツというわけですね。前回動画にしたんですが、アイアンメイデンのスキンで鬼のやつがですね、どうやらね、アイアンメイデンのアルバムのジャケットのやつのまんまらしいね。なんかアイアンメイデンのアルバム、私もね、持ってはないんで知らなかったんですけど、ほんと鬼のそのままの、はい、ジャケットがあるということらしいですね。凝ってるよね、それをそのままね、スキン化するっていうね。ジェフがさ、やっぱこれに合ってんだよな。ちょっとね、キーチェーンまでつけちゃったよ。昔はキーチェーン流行ってたよね。私も買ってつけてた時代ありましたよ、うん、ジャラ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 とね、それがかっこいいみたいな感じでね、うん、私いつもなんていうかファッションセンスずれてるんだけど、小学校の頃からねちょっとおかしくてね、高性な爆弾と板爆弾と強行手段と光の投資、そして父の助言、まあ、父の助言ってあんまり組み合わせる人少ないと思うんですけど、キラーをひるましたりするとその後ね、足跡とかうめき声を消すことができるっていうね。あ、やばい、こっち来ちゃう。これはいけないか、いけないか、間に合い、足速くなってるから光の投資でチクショーダメか、ギリギリまでいじる。丘上の肉フックだ。逃げよう。ブライトのチェイスってね、結構コツいるんですよね。あの、どこにどうぶつかって走ってくるかっていうのを気をつけなきゃいけない。うん、だから直線的なチェイスをできるだけしないっていうのが大事です。これちょっと先倒しておきます。しまった、しまったよ。おいしょ、光の闘志。このあとほら、父の受験で足跡、おお、もう追ってくんの。あ、いや、おいしょ生き残ってみせる。で、無理せずね、板倒したりした方がいい。で、こういう時にですね、側に行くが、こっちも心理戦でブラスっていうのが大事。諦めたか、うん、今回自己治療とかはないんで、ガンガン発電機やっていきたいと思う。というのがね、あのブライトチェイスにおいて大事なんですよね。こう左にブラスか右にブラスかみたいな。でもその実ブライトからすると、どこで反射して殴るかっていうのを考えてるんですよね。ブライトってその直線距離、こう突進が始まったら、その突進の1回目では殴れませんから、で1回どこかに当たってからの殴れると、攻撃できるということなんですよね、うん。まあ、なのでどこを反射として使いたいか、どこを起点として使いたいかというのをまで読まなくちゃいけないんですよね。これが大変なんだよね、うん。あれ、やばい？もしかして。一応偏らないようにしましょうか。とりあえずここはまだね、偏らないですし、まあ、この感じでいったら堕落が最初こっち側にあったんで、まあ、向こう側に偏りがちになるんじゃないかなと。あんまりこのままストレートにつけちゃうとね。やば、もう終わってる。やばいね、これやばいね。というのがね、まあ、大事なチェイスポイントなんですね。ただ本当にうまいブライトのチェイスになってくると、まあ逃げるのは難しいです、うん、ナースとかと一緒でね。このブライトも多分相当うまいんでしょうね。もうボッコボコだよ、これ。もうこの時点で。よく2台ついたわ。
うしよう、これ一人がダウンしたらこれおしまいだね。一人がダウンしたらおのずと這いずり放置で残りの1名を追うっていうムーブになっちゃうんで、ここかなり救出がね肝になってきます。しかも負傷してるからな。ちょっとこれはもういじります。あ、いやいや、ちょ、待って、追われてる。まずい、これまずいぞ。ナイス救出。もう一人をどうにかしたい。あ、これライト間に合うか。間に合わないか。くー、でもここでバレたらやばいんで。奥行ったかな。救出しに行く。ナイス救出。ライトで妨害するわ。おらダメだ、解散で、こうどこを起点にするかを、まあ、モンスト状態になるんで、ブライトってやべ、あぶねえ。爆弾セット、さあ壊してみるがいい。超えねえぞ。さあここで孫ついてると、オッケー、壊さないという選択した時に強行手段です。ああ、これ割っちゃうと足遅くなるなーっていう選択をキラーがした時に、まあ、起こすというね、うん、強行手段で、これバッチリでしょ。だいぶ時間稼いだ。いいぞ、だいぶ稼いだが、やばいことには変わりないのかもしれないけど、もうやろ。あ、ありがとう、治療してくれるのかい。やばい、あの中国人の2人が多分フレンドなんだろうね。あのかなりカバーし合ってたけど、それが逆にあのブライトのいいような感じになっちゃったね。たまにね、あのパーティーって基本強いんだけど、お互いね、友達だから、その普通のノラ以上にカバーし合ったりするんだよね。お互いのパークの性質を分かってるから、それを駆使しようとして、ドスボにはまる時があるんだよね。まあ私がキラーやってる時にやってるサバイバーはそんなことないんだけど不思議なことでやばい、もうチェイス入っちゃってる。まあもうここは私度胸決めて、ここガン増しします。最後までね、私発電機ぶん回して、来たらチェイスよ。もうその時はその時よ。来てるね。ここはいいチェイスポイントだな。一生ここで回ってみせる。どう来る？なるほど。はい、どうぞ。まっすぐ行くと見せかけ突進を誘い。そう、ほらと見添えかけ、こっち側サイド、これが大事です。本当にまずは、はい、うん、超えてくるよね。そろそろ突進が回復してるかな。まっすぐ行って、あれを、お、こうくぐっちゃいます。この2窓をね、うまく使おう。んだ、こう一番突進しづらいところで立ち回る。諦めたね。よし、オッケー、土地にも恵まれてるね。地の利も生かせてるし、ちゃんとね、これでやっぱ栄光カップの練習としてね、ちょっと最近ね、腱鞘炎になりつつも頑張ってるんで、いやもうゲームのしすぎで腱鞘炎なんだけどその成果が出てるか。あ、そのままこっち来た。あ、そう、回るわけね。オッケー、今度はこっちだぜ、うん、このね入り方をキラーが覚えたんで、さあ何も入っていないぞ。今度は逆だ、はい、よ、さっきの窓枠超えるフェイントしときました。そのままこっち行きます。そのうちね、あの窓枠にぐるんと回って綺麗に入れないようにキラー回ると思うんですよ、今度はね。あれを覚えると、
あ、これ厄介な周りがするなってなっちゃうんで、今度はその心理を逆に利用して早めに反対側に切り返せるようにするっていうね、チェイスの仕方やっぱ来たな。もう受けて立ちますこれは。さあどうする、ポジショニングとしてはここにしようかな。ああ、窓枠のとこいたな。よし、ここ。助けに行きたいが、こうするとね、その先を救出させに行きたくないんで、そうね、そっち側から来るようになるよね。で、こう回ろうとするんですが、そう回らせないでしょう。そうなるよね。倒す！爆弾設置！ライト！爆弾光の都市、それを割った時が、私が救出しに行く時。いやー、うまいことね、救出させない回り方してますね。はい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 、それを割らないか。はい、ここは越えない。お、マジか。いや、間に合う。はい、さらに足遅くしておく。中を通ってくるな、これは。ちょっとこっち。この板は生命線だぞ。しかしあの人近づいてきてくんないかな。やばい。まずい。これ一発食らう。板倒すか、これ。倒す、倒さない。マダクトレード超えない。遊撃全開。いや、あまりにも深読みしすぎた。いや、でもなんか圧倒的大敗だけど、なんか頑張れた気はするね、うん、これはこれで動画ありなんじゃないかな。出してみるか。いきます。4パーの時間だ。2回目、3回目出ない。こういうこともありますけどね。いや、でもね、でもね、皆さんには伝わってると思う、この奮闘した私の奮闘劇ね。そんなことだって。ちょっともう一本つなごうかな。うん、ちょっともう一本だけつなぎたいな、これは。さすがにね。あー、パーク悶絶、共鳴鏡のやつだったんだね。で、ダッチのね。はいはいはい。あ、やっぱそうですね。中国人の2人の人、オフレコとか使ってたんで、多分無理な肉壁とかも入ってたんだろうね。うん、それでは次へ。さてさて、やっていきましょうか。アイアンメイデン T シャツジェフ。ちょっとさっき映画見てきたんですけども、資料館シリーズ、いや私大好きなんですよね、資料館シリーズがね。で、資料館ってやっぱもう伝説的なもう映画とね、私は思っていますね。名作中の名作だと思ってるんですけど、その資料館はね、いろいろとスピンオフで発生、スピンオフで派生していってるんですよね。で、その中でもね、こうやっぱ資料館のシリーズの中でとっびきり怖いと言われてるシスターの悪霊、悪魔、あれ、え、なんで私いつの間に。マジですか。資料館の悪魔が、まあ、めちゃくちゃ怖いんですよ、うん。なるほど、いいだろう。もう一周回れるかな、こっちが。ほうほう、だったらこう。届かないな。そういうことだ。ぬん。
からの光の投資、父の助言、声も足跡もしない、足跡も残らない、そういうことだ。でその資料館のシスターがとびっきり怖いんですよね。まあ海外の海女さん、シスターの格好をしている、まあ、悪霊なんですよ。まあ、シスターって基本その要は神の使いじゃないですけどさ、神の使いじゃないですけどさってどういう基本語だ今。まあ言ったらね、神のお仕事に、神様のお仕事に従事する方なわけですよね。その対象が悪霊っていうね、ぶっ飛んだセンスではありますよね。いけるか、ちょっと微妙に角度が微妙な角度、無理です、ダメか、ちょっとねむずいのよね、これ一回つけ切っていきましょう。ちょっと治療してもらいたいけど、ちょ怖いなここ、ちょ来てる来てる来てる。でその資料館のシスターっていうのが出て、その後にシスターシリーズで出たのがこっち、爆弾だな、あれどっちだ。そっちだったか、何やるね。新しく出たのがですね、まあ、資料館のシスター、呪いの秘密と言われるね、もので、まあ、資料館のシスターね、なぜこのシスターが生まれたのかみたいな、結構その起源をたどるような、ね、のが資料館のシスターで描かれてるんですけども、その後の話というね、なります。なのでその資料館の本編に出てきたものよりも、もちろん時系列的にはだいぶ前にはなるんですが、いろいろとね本編につながる要素などなどもあるといった構成になっていると。でもね、まあ、呪いの秘密っていうぐらいなんでね、まあ、今回もねその資料館のシスターの、ね、怖さに迫るわけですけど、まあ憎い演出がいっぱいありますよ。前はね、本当怖い絵から飛び出してくるみたいな、もう子供が見たらちびっちゃうようなシーンとかいっぱいあるんですけども、今回、前回のシスター、戦う、まあ、資料館のシスターだよね、そのシスターと、いいシスターとね、主人公の、そして神父、で、そこに昔からいる使用人の男のこの3人で戦うっていう話なんですよね。でバチカンから命令を受けて、その最強の悪魔を、まあ、倒そうっていうのが話だったんですけど、そう倒したはずの悪魔がなんと復活してっていうね。で少しずつ少しずつルーマニアからどんどんね犠牲者を徐々に出していくと、土地を移動しているみたいな、一体それは何が目的なんだみたいなねっていうのを、また資料館のシスターの主人公の人がね、バチカンから召喚され、悪魔退治に行くと。ただ前回の神父はもういない、シスターだけでやらなければならないっていう超過酷ミッション。びっくりするほどね、なんかフィジカルな場面も出てきたりしてね、そんなパンチ耐えれるみたいな。これ見てもらった方が一番いいと思うんですけど、何、ちょっと待って、これちょっと待って、これ残り2つしかないけど、めっちゃ今回わし運が悪いかもしんない。大丈夫かこれ、これ取れなかったらやばいかも。ここで来ないでほしいな、どうなるんだろう。あとあそこだけでしょ。ああ取れた、よかった。救出しに行くか、発電機、ああどこだ、こっち逃げとこう。だってこっち、こっちか。ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う違う、これは多分ノブちゃんが救出いけてるんじゃないかな。あ
ので私はここを引き続きやります。おっとミンちゃんがタイマー進んでるね。これぞこれなんかピックの逆トラバサミで死ぬことなんかないよなとか思ってると結構やばいんだよね、そういう時に限ってね。ピックがねまた PTB でね強化されたり弱体化されたりというか強化と弱体化が一緒に来てるみたいなねそんな状態なんだけども、まあ、いろんなキラーの調整が最近もうガンガン入ってて来るかな来てるやっぱ。ガンガン入ってるからもう訳が分かんなくなってくるよね。というか普通に DBD をプレイしてる人はもう何のこっちゃってなるよね。私追われてるこれ。あ、追われてた。お、救助された。どうしよう。あのままあそこに入るかなと見せかけてライト。そう、光の投手は。やるじゃねえか。光の投手ってこう打ってる間はかなり足速い状態で動けるんですよね。だからさっきみたいなことは一応可能なんですけどね。やるじゃねえか。さてこれ結構ピンチな気がするやばいぞこれ。結構やばい気がするな。残り2台でも割と進んでるはずなんですよね。どうだろう。あそこで治療救出してくれてる。うわこれ絶対戻ってくるだろうな。生き残れるかなこの後のチェイス。死ぬ気でいかねえと 100% 戻ってくるぞ。あでもノブちゃんの発電機が 40% ぐらいか。おっキュキュキュ、いやよかった。ドワイト、ドワイト何やってるんだ。でノブちゃんのがついて残り次第か。いけるかな。最近なんか逆トラバサミの運が悪いんだよね。いけるか。いやまあダメだよね。ダメだダメだ。このねなんか悪運というか役をね栄光カップまで引きずらないようにしないとね。本番でこういうの来るからな。前回もうごちゃってごちゃって全員這いずりみたいなことになっちゃったからそういうね失態を犯さないようにしたいね。ああいうのってさイベントじゃほぼほぼ起きないに起こしてしまったんだよな。今回は頑張る。エコカップ。さあてカウントダウンが始まった。怖え。あの向こうの3台か。こっち。ああよかったよかった。よし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 。今のうち今のうち。ちょっとあれ持ち上げてる暇ない。ちょっと危険な真ん中の方からやろうか。よし頼む頼む。いけ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 。あそこか。オッケーオッケーオッケー。もし釣られたとしてもこっちにすぐは来れない。あ共鳴か。まだ残ってたか。取れねえな。いやいやでも時間的には間に合うはず。これじゃなかったとしてもね。ナイスキス。残り試合だからいけるはずよ。やばいやばい。どうなる。来てんのか。よしこれがメタルパワーだ。持ち上げる暇がこれでできたよ。まあついてる発電機のところでねちょっと体勢を整えてね。あよいしょ。まあでも本番何のパークで行くかすごい迷うよね。あおおおおおおちょ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 。びっくらこいった。何かと思ったよ。やるこれ
次私あとないからね、ずさんだし。よし、これいや、もうやりきるしかないよな。さあラストのリーチ、ドワイトが追われてるね。もう突き切らないとこれまずい。いけるいける、たとえ共鳴であったとしても間に合うはずはず。おお、共鳴じゃなかった、よかった。もう使ったとか。これね、多分このまま行くとね、絶対このルート通ってくるんで、ゲートとゲートの、やば、見られたか。怖すぎる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 。やば、今の時逆引く、今の時逆引く、危なヒリヒリだね。よし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 、これで OK、 これで OK。 あー怖い、マジで怖い。これ光の闘志はちょっとエコカップ本番じゃ使えないかもね。アイテムを持っていけないんで、うーん、ライトを持ち込めないからな。現地で拾うか、地雷爆破とかに合わせるしかないね。スタングルネルとかにちょっとギリ止めしといてから治療しましょう。まだあの人ね、あの助けれるから、まだあるからね。ちょっと一旦体勢整えましょう。はいよ、一上がり、待っててくれよノブちゃん。あれ、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 あ、スキルチェックやってない。あー、でもピックが目の前にいんのかな、これもしかするとね。まあ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 、仕方ない仕方ない、これは行きましょう。多分ねそんな感じじゃないかな。うんうん、まあ我々が安全に逃げてくれよと言った、まあ気遣いでしょう。ありがとうな、ミッキーノブちゃん。というわけで無事脱出となりました。あー、なるほどね、イタチだったか。うんうん、はい、それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。エコカップ頑張りますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。